はい、どうもこんにちは、山本家族です。今日はね、ちょっと久々なんですけども、車のことで動画やっていきたいと思います。このデリカカーゴっていう車、約1年ぐらいね、かけていろいろ作ってきたんですけども、今回なんと車を買い替えました。今回ね、車を買い替えましてですね、また一から作り直します。はい、というわけでその車なんですけども、今から見せていきたいと思います。というわけで今回なんですけども、ハイエースのハイルーフになるんですけども、今回ハイエースのハイルーフにね、買い替えましたよっ。まあ、なんで買い替えかったかっていう話もまあちょっといろいろあるんですけども、一番はね、せっかくキャンピングカー作っていくってことでやってますんで、まあちゃんと8ナンバーで登録できる車を作りたいなと思ったのが一番のきっかけです。今回買い替えた車なんですけども、18年式のハイエースハイルーフですね、ナローハイルーフになります。なんで、まあ、全長と、幅はね、一緒だけになるんですけども、高さだけ30センチほど、まあ30センチもないんですかね、25センチちょっとぐらい、高くなった車になってます。で、まあ、この車なんですけども、まあ、僕がずっとこだわってたディーゼル、そして去年もずっと探してた、出てこなかったんですけど、これは 4WD になります。なのでこの車ディーゼル4駆ということで、探してた車がね、めちゃくちゃ安く出てきました今回。はい、というわけで、まあ、この車でね、これからキャンピングカーを作っていこうかなというふうに思ってます。この車やったらね、なんとかキャンピングカー登録できるかなと思ってるんですけど、実はね、ちょっとだけ厄介なところもありまして、それを今からね、お伝えしていけたらなというふうに思います。このね、中の方を見ていきたいと思います。さあ、どんな感じか。はい、ということで中の方にお願いします。はい、この車ね、実はキャンピングカー登録にするにあたって一つだけすごく厄介な点がありましてですね、キャンピングカー登録する上で一つの要件として、シンク前がね、160センチの高さがないと登録できないっていう要件があるんですけども、室内長がね、1m59 ということで、若干キャンピングカーの要件満たさないような表記にはなってます。ですが、ビルダーさんとかで作ってはるキャンピングカー、床とかね、天井とかボディを切ることなく、登録できている車もありまして、これ実はこの内張りがね、ついてるんですけども、この内張りと天井の鉄板との間に数センチ隙間があるみたいで、このトリムをね、外してしまえば 1m60 取れるようです。で、ちなみになんですけども、この下向き、これ大工さんがなんか作ってくれたやつで、前の人がなんかこう残してくれてるやつなんですけど、この木も実は厚みがだいたい10ミリぐらいあるんですが、まあ、要件としてはシンク前のスペースに50平方センチメートルの面積で160センチ以上確保できていたら、キャンピングカー登録できるっていう要件になりますんで、まあ、なんとかね、この上の内張りとかを外して切って 1m60 高さ確保しようかなというふうに思ってます。床面積自体は、まあ、前の車と一緒か若干ちょっと短いぐらいにはなるんですけども、まあ、今回ね、キャンピングカー仕様じゃなくて完全にキャンピングカー登録を目指して、まあ、やっていきたいなというふうに思っております。キャンピングカー登録するにあたっていろんな要件があるんですけども、まあ、事前に陸運局の方で構造要件や、まあ、僕がやりたいレイアウトっていうのを持っていきましてね、陸運局で、まあ、トータル4時間ぐらい、話をしてきました。うん、まあ、こっからね、ちょっと内装を全部バラしていろいろ、まあ、断熱したりとかいろいろ内装をね、作ったりとかして仕上げていきたいなというふうに思っております。こんな感じで、めっちゃ広い、こんな感じの内装で、後ろはね、もう座席とか何もついてない状態となっております。はい、こう、うちの嫁さんですとね、こんな感じで、ほら、頭つけへんじゃん、
ほら、あ、ほんまや。いや、こんな感じで、嫁さんがね、立つとまっすぐピーンと立っても天井に頭が当たらないような高さとなっております。最高。まあ、内装もね、一番広いところで幅が 1m55 で、長さが 2m90 で、高さが今測ったら木とかトリムがついてるんで、だいたい 1m58 ぐらいっていう風になってます。はい。で、キャンピングカー作る計画についてなんですけども、まずはね、内張り外しまして断熱塗料を塗ろうかなと思ってます。はい。で、その次にですね、ソーラーパネルをこの天井の上に載せようかなと思ってます。で、その次にマックスファンっていうね、換気扇をね、つけようかなと思ってます。最終的には、まあ、この辺全体的に板張りにするかとかいろいろ考えてるんですけども、まあ、シンク、火を使える、まあ、コンロ、IH かガスかわからないんですけども、コンロで、サブバッテリーで、ソーラーから充電、走行からの充電で、換気扇で、こちらにベッドで、この辺の座席展開も考えています。あ、で、あと FF ヒーターもね、今寒いんで早急につけようかなということで、 FF ヒーターも注文完了しております。今回はね、貨物車じゃなくキャンピングカー登録っていうところにこだわって、まあ、素人が製作から、構造変更で車検を通すところまでやっていきたいなと思っております。この2台比べてみたなんですけども、この車はだいぶ壁がね、こないなってるんですよ。それに対してハイエースはちょっとこっちに壁が立ってきてる状態で、室内の空間としてはね、すごく差があるように感じます。で、座席のポジションなんですけども、だいたいね、ハイエースの座面がだいたいこれぐらい、手の位置これぐらいに対して、デリカカーゴの位置がだいたいこれぐらいになってます。運転席の見晴らしもね、ハイエースの方がいいような感じになってます。はい。というわけでね、まあ、デリカカーゴで日本一周すると思ってね、応援してくださった方とか、まあ、いい感じでできてきたんで、もったいないなとか、内心もっと乗りたいなっていう思いはありつつね、やっぱり子供が2人で、まあ、結構動き回るようになってきて、自分がこう予想してた以上の動きをしてきたりするんで、やっぱ若干狭いなっていう思いが強くて、まあ、前にもラーメンプチ負けたりとかすることがあったりしたんで、まあ、やっぱりね、少しでも広さが欲しいなというところでね、まあ、いろいろ探してたら、このハイエースのハイルーフ見つかりましたんで、今回はこれを購入しました。またね、一からにはなるんですけども、DIY してキャンピングカーの方を作っていきたいなと思っておりますんで、ぜひこれからね、応援していただけると嬉しいなというふうに思います。今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。